にちは、ドラゴンワロのビセクソ、どうも皆さん、ドラゴンワロです。ぜひ、登録、今後もどうよろしくお願いします。ということで、本日もイーストル2025モバイルやっていきたいと思うんですけども、最近皆さん、イーストやっていて、何か感じることはないでしょうか？はい、私、ドラゴンワロは実はこのイーストアプリですね、ウィリアプリから合わせると、もう今年で8年目と、もうかなり長い間遊ばせてもらっていまして、最近イーストやってて感じることはですね、めちゃめちゃ無課金に優しくなってると感じるんですよ。いや、本当に優しくなってる。もうね、7、8年前のウイルアプリとは比べ物にならないぐらい優しくなってますね。そのぐらいめちゃめちゃ最近のイーストアプリっていうのは無課金でも楽しめて強くなれるようなゲーム性になっているんですよ。まあ、詳しく言いますと、ウイルアプリの時はレベル上限がもともと30の選手を60まで上げるために同じ選手何体も当てないといけなかったりだとか、アイコニックというね、ガチャシステム選手が登場いたしまして、レベル上限は一緒なんですけれども、その時すでにガチャの上限というのがなくなりまして、なんとですね、もう当てるまで何回引くかはわからないと、もう一発で当たることもあれば1000回回しても出ないことなんてザラにあったわけです。ただ最近の人どうですか？毎週月曜日にエピックガチャ登場してますが、ガチャ上限150で決まってますよね。そうなんですよ、このゲームなんとですね、無課金だけじゃなくて課金者にも優しくなってると、めちゃめちゃ優しくなってる。ただ無課金にはもっともっと優しくなってるんですよ。だって皆さん最近も配られましたよね、配布エピックですよ。イニエスタ配られたじゃないですか。はい、そうなんですよ。最近のコナミさんはですね、無課金の方でもエピック選手、昔言うところアイコニックをめちゃめちゃ配ってくれてるわけです。それでいて無課金でディビジョン1に行けない、課金者に勝てない、そんな言い訳通じませんということで、そんなね、無課金でイーストと全力で楽しんで、もうディビジョン1行きたいなと夢を抱いてるあなたたちに、無課金でディビジョン1到達した私、ドラゴンワロはこちら、はい、無料配布のエピック戦車での最強規制持ってまいりました。はい、ということでね、皆さんタイトルサムネ見ていただけた通り、今回はですね、無料配布エピックと選手たちの最強規制持ってまいりましたので、ぜひ今回の動画参考にして、自分が持っている無料配布エピック、使っている無料配布エピック、埋まっている無料配布エピック、全員の育成見直してみてください。この選手たちやりますよ、めちゃめちゃ強いです。ということで早速育成紹介やっていきましょう。それでは早速育成紹介やっていきたいと思います。無料配布エピック1人目はカフですね。タレントデザイン見ていきましょう。瞬発上から8、10、7、12と、この育成するとディフェンス点数補正後には88いきますし、ボール出しても90乗りますね。いや、アグレッシブと守備意識はね、ここ正直まあめちゃめちゃ必須ってわけではないですし、アグレッシブネスなんかもね、しっかりスピシュンでカバーできるんで、いや、カフめちゃめちゃ強いね。フィジカルもしっかりね、7振ってあげれば80いきますし、スタミナも高い。いや、これ普通にディフェンシブつけてもつけなくても足元能力高いから、攻撃的に使おうと思えば使えるし、守備的に使おうと思っても使えるんで、やっぱ花粉強いですね。これ P 固定は本当に無料でもらえるにはめちゃめちゃ強いと思います。ということで花粉でした。では次ファムイテですね。ファムイテね、瞬発気にする方多いと思います。まあ正直ね、育成紹介するにあたって結構ファムイテ使ってきたんですよ。フレンドマッチとかでいろんな育成試したんですが、ならもう瞬発低いなら瞬発低いままでフィジカルモンスターにした方がいいかなと思って、この試合を、この育成で試合やった結果、これが一番良かったですね。はい、フィジカル5しか振ってないんですけども、フィジカルコンタクト96いきますし、まあジャンプもね、言うて80は超えるし、ディフェンス、フィジカル、ヘディング能力がね、96いきますので、補正後だと。この育成が一番空中戦も強くて、強かったかなと思います。まあ瞬発70しかいけないんだけども、言うてね、スピードは80近くいきますし、ディフェンス能力しっかりね、高いんで、まあ身長も相まってね、結構パスカットできる、もう確率というか、もうめちゃめちゃパスカット本数が多かったと思うんでね、この育成が一番いいかなと思います。まあ瞬発の高さ、今まで育成紹介する中でね、ショータイムとかでもめちゃめちゃ言ってきましたが、ファンブイテンだけは特例かな、めちゃめちゃこの育成でも強かったんでね、ぜひこの育成してあげてください。ということでファンブイテンでございました。ではディフェンダー3人目ですね、ベッケンババでございます。タレントデザイン見ていきましょう。まあベッケンもね、結構身長低くてね、使ってないって方多いと思うんだけど、この育成めちゃめちゃセンターバックでやれるかなと思います。瞬発上から6、8、8、12とタレントデザイン振ってあげまして、その育成だとどうなるかというと、ディフェンス系はね、しっかり90近く乗ってきて、ディフェンスエースなんか90超えると、そしてスピシュンもね、83、76、瞬発80近くいって、スピードは85に乗ってきますよと。そしてフィジカル8振ってあげることによってね、ジャンプとかね、結構高くなりまして、フィジカルコンタクトも83に行くと、まあ無難な育成かなと思いますね。まあこの育成してる理由は結構ね、 DMF でも起用する方あるんですよ。やっぱね、 DMF で無課金の方とかね、まあワンランか誰か迷うって方いると思うんですけども、この育成してあげたね、ベッケンバーバー結構 DMF でもやれるんで、この育成してあげればね、もうセンターバック
ックとか、まあ、DMF とか、サイドバックもね、適正つければできますし、他の選手のね、コンディションを見てあげて、いろいろ起用してあげれる、そんな選手にね、ベッケンバウアーになると思いますので、この育成、おすすめでございます。ということで、ベッケンバウアーでございました。では、4人目ですね、お待たせいたしました、コスタクルタでございます。まあ、一番無料配布のエピックの中でも使用率高いんじゃないかなと思いますが、まあ、育成としてはやっぱ足元能力がもともと高いんでね、瞬発上から9、12、8、11と、もう完全にね、ディフェンダー型の育成でいいかなと思います。ディフェンス上から補正ごとだと90、88、83、あ、もう守備式がカンストしてますね。本当に確かにポジショニングはめちゃめちゃいいかなと思います。守備式大事なんでね、そこら辺は。そして、まあ、守備順の方もね、しっかり85、79には行くと、まあ、シャビアロスを使ってあげれば80行きますし、もう本当にね、守備順もめちゃめちゃ速くて、フィジカルに振った理由としては、まあ、現環境ね、フィジカル環境というのもありますので、やっぱね、フィジカル高いとかなり強さ感じるかなと思います。で、ジャンプもね、しっかり80乗せてあげて、この育成が一番いいかなと思いますね。ということで、コスタクルタ、こちらの育成で試してみてください。では、続きまして、無料配布エピック、ロベルト・カルロスでございます。まあ、このロベカルはね、どちらかというとサイドバックであるんですけども、サイドハーフのね、育成したかなと思いますね。ドリブル系とかもかなり上げてあげて、80近く乗せて、まあ、ディフェンス能力もね、まあ、踏んなくてもね、結構言うて、70とかあるんでね、もう全然やれると思います。で、スペシュンがね、やっぱ、早いなと感じますね。使ってて本当に早い。スペシュンが早いロベカルはね、身長低くてフィジカルが結構あるんでね、ゴリゴリいけるのよ。だからサイドハーフの方がいいかなと思ってサイドハーフ起用した結果強かったですね。はい、やっぱロベカルはサイドハーフがいい安定かなと思いますところで、ロベルト・カルロスでございました。では、続いて本的性が DMF の選手やっていきたいと思います。まず一人目はプーティーですね。プーティーは強いよ。本当に強い。スペシュンも前にね、ディフェンス数上から見ていきますと、85、87、90、89と、もうディフェンダー顔負けの数値していますが、スペシュンの方もしっかり両方80超えてきて、フィジカルもね、85いくんですよ。プーティー強ない。プーティーめちゃめちゃ強いよね。本当に持ってる方はね、ぜひこの育成してあげて、もうプーティー愛用していただければなと思います。いや、本当にプーティーはもうね、使っててめちゃめちゃ強いですね。もうしっかりガチスカの方も入っております。ということで、次はシャビアロンソですね。このシャビアロンソ持ってる人いないかなと思うんですけども、まあ、シャビアロンソはね、もう普通に簡単に紹介していきますが、まあ、タレントで見ていただけた若鳥もパスしっかり振らないで、もうディフェンス系のね、育成してあげた方がいいかなと思いますね。パスをね、もう上げようと思ったんだけど、最初。普通に最初から高いから、もうパス特化にするんじゃなくて、ガチスカ育成するんだったらやっぱフィジカルとかねしっかりディフェンス能力上げてあげてこんな感じでねディフェンス強化してあげた方がいいかなと思います。ところで次は、続いてこちらですね。はい、中村俊介でございます。まあ俊介はね使ってる方かなり多いと思うんですけども、自分はね結構やっぱスビシュに振ってガチスカで起用するならさすがに70は超えた方がいいかなと思います。ただね、まあ育成の仕方としてはもうこれじゃなくて逆にスビシュをでも諦めてしまって足元系のねしっかりドリブルを12まで振ってあげたりとかするとしっかり90近く乗ってきますし、パスもめちゃくちゃ最初からね初期値から高いんでこのぐらいいきますね。まあこの育成でも全然いいかなと思いますので、ぜひね、俊介は、まあ、皆さんの攻撃型か守備型かガチスカ型かね、もう3通りあると思いますが、こんな感じでね、育成考えてもらえればなと思います、ね。ということで、続いてはビルシャーですね。まあ、ビルシャーのタレントでね、めちゃめちゃ迷いましたね。というのも結構ビルシャー強いんですよ。ただ、やっぱね、パス数値はね、結構最初から高いんで、8まで振ってあげると、もうめちゃめちゃ90近くいくんでね、パスの強みを活かせますし、スビシュンの方もね、なんか思ったよりね、低くなかったですね、初期能力。結構高かったんで、スビードはね、低かったんですけども、しっかりね、こんな感じで振ってあげれば、78、77と、まあ、パス能力もありつつ、フィジカル系もね、フィジカルとか身体能力系もかなりあって、ディフェンスもかなりできる、そんな万能型のね、ボランチになっていくと思いますので、ぜひね、ウィルシャー使っていただければなと思います。ということで、こんな感じで DMF の育成紹介でございました。では続いて2列目の選手たち行きましょうか。まずはフィーゴですね。この無料配布エピックのフィーゴはね本当に反則ですね。この無料配布で配ってくれたのマジで熱すぎる。本当に2年ぐらい前からねめちゃめちゃコナミさんねもう無課金に対して優しくなってるんですよ。まあ育成はこんな感じな4、7、5、8、11、13と、まあドリブルとかしっかり振ってあげてフィジカルもね若干上げてあげればもう75には乗ってきますので、もうフィーゴは言わずもがな、足も速くて足元もあって決定力もしっかりあると、もう万能型の選手ですね。フィーゴはめちゃめちゃ強いですね。続いて二人目はじゃあイニエスタ行きましょうか。イニエスタタレントデザインこんな感じですね。まあ正直ね結構フレンドマッチとかして、まあこの育成にたどり着いたから、まあドリブルしっかり90乗せてあげて、パスも90乗せる。で、オフェンスセンスも、まあ、80超えてあげての、若干スビジュンはね低いんですけども、なんというか結構ね、まあこねるドリブルの方が多いから気にならなかったのかな。やっぱイニエスタはねこの育成が一番良かったかな。ドリブルをしっかり95ぐらいまで乗せた方が強かったかなと思いますね。まあどの育成してもねイニエスタ基本的に強いと思うんですけども、やっぱこの育成が一番強かったかな。続いてネイマールやっていきましょう。ネイマールはもうねめちゃめちゃ使ったからこの育成が一番だっていう風にねもう3ヶ月ぐらい前からもう変わってないですけども、めちゃめちゃ強いですね。本当に強い。スペシャルしっかり90と超えてあげて、フィジカルもね50とのしか
かないんですけども、その分ね、あのドリブル能力めちゃめちゃ高いですし、ポイントとしてはこのボディコントロール99、これでフィジカルがなさを補えてるんじゃないかなと思います。本当にね、現環境でもドリブルめちゃめちゃできるんだよね。本当にこの育成が一番いいかなと思いますね。ということでネイマールはこの育成でしょう。では続いて誰行こうか。じゃあリベリー行きましょうか。リベリーはタレント時代にこんな感じにしてあります。上から3、8、12、9、15ですね。まあこの育成が一番無難かな、まあ、ドリブルをしっかり85全部乗せてあげて、パスも上手いですし、決定力もしっかり80近くある。で、スビシュンの方もね、まあ年齢が上のバージョンということもありまして、80しかいかないんですけども、瞬発力はね、シャビアロンソであれば90いきますし、まあ全然この育成でね、もう現環境でやれると思いますので、ぜひリベリーこの育成してあげてください。では続いてリベリーじゃなくて、ベッカム行きましょうか。ベッカムのタレントデザインはこんな感じですね。はい、まあやっぱパスかな。まあパスが一番の魅力だから、パス上げた方が楽しく使えるかなと思います。このベッカムね、やっぱね、スビシュンとかも含めて結構ガチスカ向きじゃないっちゃないんだけど、あのパス上げてあげるとクロサー要因としてめちゃめちゃ途中から使うと楽しいんですよ。うん、ベッカム強い。まあ、ガチスカ起用するなら、もう少しパスを抑えて、まあ、ゴブリとかでいいかな。ゴブリとかにして、まあ、しっかりスビシュン振ってあげると。まあ、でもね、それでもね、なんか、スピードがね、10に振ってるんですよね。まあ、だからやっぱ、さっきの育成でいいかなと思います。では、続いて、まあ、かなり前ですけども、チャナディップですね、タレントで見ていきましょう。チャナディップはね、めちゃめちゃドリブルが本当にね、通用します。玄関球の全然ドリブルやれるんでね、もうドリブルしっかり10に振ってあげて、スビシュンの方もね、もともと初期から高いんでね、スピード85、瞬発90超えてきますので、めちゃくちゃ使用感いいまま使ってあげると思います。まあ、正直ね、フィジカルがない選手っていうのはね、まあ、前作から、そこまで育成変えなくていいかなと思います。本当に玄関球のね、全然ドリブルね、もうフィネスが追加されたし、やれるっちゃやれるんでね、ぜひこの育成してあげたらいいかなと思います。それではじゃあファンデルファルトいきましょうか。ファンデルファルトもメイン仕様やったところ思うんですけども、本当に強いです。この育成が満点だと思いますね。もう逆足最高だから、ドリブルがね、この能力値でもめちゃめちゃやりやすいし、ボディコンがね、80しかないって感じると思うんだけど、本当にフィネスによって覚醒したね。ファンデルファルト多分前作だったら、そんなにこねるドリブルできなかったと思うんだけど、瞬発がね、90しっかり行くんで、このファンデルファルトは育成も大成功しましたね。本当にめちゃめちゃドリブルしやすいです。ということで、ファンデルファルト育成でございました。では、続いてデニューソンやっていきましょうか。デニューソンのタレントデザインもね、かなり迷ったんですけども、デニューソンはやっぱりスビシュン生かしてあげた方がいいかなと思います。しっかり9、10を振ってあげて、補正後のタレント、ブースターも含めてですね、100、超えていきます。めちゃめちゃ速い。本当に足速いですね。で、ドリブルの力士もしっかり8振ってあげれば、もうドリブル数値もね、もうめちゃめちゃ高い。もうドリブルなんてカンストしてるんでね、この育成が一番いいかなと思います。ただね、やっぱね、フィジカルがね、もう本当に低いんですけども、60乗せてあげた方がいいかなと思うんでね、1ぐらいはヒット振ってあげてください。まあ、パスもね、そんなに上手くないんですけども、しっかり決定力上げてあげれば、もうスピードでぶち抜いて、しっかりアウトスピンとか根幹でね、決めれるシーン多いので、ぜひデニューソンはね、このサイドハーフ起用するんだってれば、まあ、スピシュンをね、特化して育成してあげた方がいいかなと思います。これ、デニューソンでございました。では最後1列目の選手いきましょうか。まあ一番まあ凝ってんのはこの選手かな、サリーでございます。まあ昨日の動画見ていただけたら分かる通りですね、サフィーサリーだね。サリーはめちゃめちゃこの季節強いですね。はい、フィジカル10に振ってあげることによってフィジカルコンタクトが85超えてきて86に乗るんですけども、これめっちゃ強い。本当に強いね。スビシュンも80しかいかないんだけど、現環境のこういうフィジカル系の選手って、スビシュンなくても全然やれますし、この決定力もね、しっかり85いってるんで、まあ、補正後90いくんですよ、ブースター込みで。いや、本当に強いよ。本当に強い。マジ一回使ってみてほしい。騙されたと思って。この育成ね、めちゃめちゃおすすめなんで、ぜひね、ボックスに眠ってる方は使ってあげてください。では、続いて、ムルハグのデレピエロやっていきましょう。まあ、デレピエロはね、愛用し尽くしてるんで、この育成以外はね、もう受け付けません。本当に強いです。はい、まあ、ポイントとしては、ボディコンから、やっぱボディコン99乗せてあげて、ドリブルも12ブリして全部90超えさせてあげて、もうこねこねして、もう隙あったらダブルタッチして、根化してしっかり決めてあげると、もうこのパターンがデルビエロ、スタサムなんかつけてるんでね、自分は。もう本当に、途中交代とかしたら、もう絶対に決まります。この育成が満点だと思いますね。ということで、デルビエロでございました。では、ブースターエビクの方行きましょうか。ストーチゴフでございます。ストーチゴフもね、結構使った結果、フレンドマッチで、この育成が一番いいかなと思います。やっぱね、決定力がしっかり90乗せてあげて、まあ、パスもね、5振ってあげればグランドパス80いきますし、まあね、バルサの選手ということもありますので、足元装置しっかりあるんでね、さあそれ以外はね、しっかりスピシュンの方振ってあげて、両方90乗せてあげる、育成してあげれば原価給料で全然やれると思いますので、ぜひストイックスク使ってあげてください。では続いて無料配布エビックの方、マラドーナ見ていきましょう。無料配布というか、あのガチャの方だね。はい、マラドーナ、まあ、育成ね、かなり迷いました。マラドーナね、
強いわ。うん、やっぱ強いからこそ迷ったんだけど、ドリブルはね、90ぶりでいいかなと思います。まあ、補正後で全部95いけばいいかなと思う。まあ、100近く持ってく方法も考えたんですけども、そうするとね、結構ドリブル10振ってるっていうのもあって、13ぶりとかになっちゃって、タレントデザインのね、タレントポイント、少しね、余っちゃうっていうか、なんか、無駄になっちゃうというふうに感じたんでね、スビシュンしっかり振ってあげるためにもこれが一番いいかなと思います。いや、でもマラドーナめっちゃ強いね。本当に使ってて思いました。めちゃめちゃ強かったですね。ということで、この育成でございました。では最後、モリエンテスでございます。まあ、モリエンテスはね、本当にタレント世代で何回も何回も買いました。ただ、やっぱフィジカルぶりでしたね。結局育成はフィジカルぶりでした。フィジカルコンタクト90乗せてあげて、まあ、スビシュンもね、言うて80ありますし、ジャンプ数値、ヘディング数値、しっかり97とか、もう99近く持ってあげて、もうめちゃめちゃ強い空中戦特化型のモリエンテスにしてあげてください。ただ、ポイントとしては、パスしっかり振ってあげることですね。70は欲しいかなと思います。まあ、それでですもう最初からね、スーパーサブ持っていますので、決定力は85とかなんですけども、補正後でも、スーパーサブ補正でね、めちゃめちゃ点決めてくれますので、ぜひ、この育成、試してあげてください。ということで、皆さん、この育成が、ムルハヤリークの回答かなと思います。いや、本当にね、触れてます、正直。20試合ぐらいやりました。20試合ぐらいやって、この育成にたどり着いたんでね。まあ、間違いはないかなと思いますので、ぜひ皆さん、この無料ハイクエピックたちの育成真似して、駆使して、ディビジョン1に到達していただければなと思います。めちゃめちゃ強いんでね。ぜひ皆さん、この選手たち活かしてあげてください。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。こんな風にリフト全力で楽しみながら、動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。で、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。